はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数3の三角関数と極限丸3をお送りします。で、まあ、このタイトルはここで終了ですね。次回タイトル変わってしまうんですが、今回この3問やりますので、まず1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ちょっとなんかね、また咳がひどくて、途中むせたら申し訳ないんですが、まぁ、ちょっと聞き苦しいところはお許しください。で、全体的にちょっと似てるんですけど、まぁ、無限大方向とね、0と無限大、そこは違うんですが、これが x 分の 3x。で、これは、sin の中が分数なんだよね、両方ね。x 分の1で、x 2乗と x がくっついてる感じとなっております。で、やり方ですね。まず1番に関しては、まぁ、3x、こいつをね、まあ、特徴的な形をしてるんで、やり方も暗記してもらったらいいかなと思うんですけど、サイン、まあ、コサインも同じですけど、サインもコサインも絶対にマイナス1から1までしか値を取らないですよね、確実に。で、まあ、それをうまく使っていきます。まあ、ちょっと前に、あれ、なんか似たのやったなと思う方もいるかもしれないんですが、そう、その似たやつです。で、今 X を無限大方向に持っていくので、まあ、X を、正の値って考えれば、まあ、この形に近づきたいんですよ。で、全体を x で割っても、x が正だったら向きは変わらないので、真ん中が x 分の 3x。で、こっちが x 分の1の、こっちがマイナス x 分の1とこうなります。で、まあ、先に言うと、挟み撃ちの原理、ちょっと前にやったやつですね。それを使っていきます。で、今、リミット x 無限大方向で考えているので、こいつを結局求めたいんですけど、右側と左側を求めに行きます。まず、リミット x 無限大の、じゃあマイナス x 分の1からいこうか。これですね。まあ、マイナスがくっついちゃってますけど、結局、分母、下の値を無限大でどんどん大きくすれば、確実に0に近づきます。だから0。で、もう一丁。右側のね、x 分の1も当然0に近づくと。だから、リミットをかけたと、ごめん、かけた時に、右側は0、左側も0に収束すると、じゃあ真ん中も当然0ですよね、ということで、よって、リミット x 無限大の x 分の 3x、これは、0に収束します。入ってる。OK。よっていう。これで終了となります。いいかな？まあ、なので、挟み撃ちの原理ですね。を使っていきます。で、2番も同じです。そう。2番も挟み撃ちの原理を使っていくと。で、こう、またサインね、今度 x 分の1を主役で考えるんですけど、実はこの形でやってもいけるんですが、大体の参考書がこの場合絶対値使うんですよね。絶対値 sinx 分の1ってこれを書きます。で、こいつが、まあ、結局ね、sin の中身が x 分の1だとなんだろうと、sin っていうのはマイナス1から1までしか取らないんですよ。で、絶対値をつければ、絶対値ってプラスしかないからさ。だから、0から1までしか取らない。もともとがマイナス1から1なんで、絶対値にしても1までしかいかないからね。で、これをうまく使っていくと。まあ、こっち使っても全然解けるんですけど、こっちで一応言ってきます。まあ、参考書に合わせてね。で、今、x が0に近づくと。近づくとは言っても0にはならないので、x not equal 0と。こうなる。だから、その真ん中の形、ここをこれに近づけていきます。で、全体を、まあ、絶対値 x2 乗。まあ、絶対値というか、x2 乗は絶対プラスって分かってるので、まあ、絶対値つけずに、そのまま処理していくと、全体に x2 乗かけるんで、ここは0で変わりませんと。で、この部分は、x2 乗がね、プラス分かってるんで、もう中に入れちゃって OK です。で、ここも、こうしちゃいましょう。まあ、絶対つけても構わないんですけど、x2 乗はね。で、さっきと同じです、結局は。で、この形をすること、なんでこれに持っていくかっていうと、左側がもう何かけても0だからさ、だから調べる必要がないんですよ、左側を。さっき2個調べましたけどね。
だから、まあ、こっちをゼロにしてしまおうと。じゃあ、右側だけ調べてみましょうっていうことで、リミット x、今回0に近づけてるんで、近づけることの x2 乗。まあ、2乗しようが何だろうがね、0だったら0に近づくので、これは0だと。よって、リミット x0 に近づけるところの、まずね、一応書くと、絶対値 x2 乗、sin x 分の1、こいつが0に近づくと。で、絶対値がついてますけど、それが0に近づくってことは、当然中位も0に近づきますと。だから、右側、そうだね。いける。なので、リミット x0。x2 乗、sin x 分の1、これは、よいしょ、0に近づきますよと。これで終了となります。で、まあ、さっき言ったように、ここをね、絶対値を取って、まあ、サインなんで、マイナス1から始めましょうと。こっちと同じような感じでね。で、やってもできます。全然。できる、できる。なぜなら、こっちがマイナス x 2乗になるだけなんで、x 2乗かけたらね。じゃあ、リミットマイナス x 2乗調べたら0になる。だから、挟み撃ちの原理で。でも、全然構わないんですけど、まあ、こういう風に書く、こうね、ところが多かったので、自分で調べたら。なんで、あえてこっちでやってみました。まあ、どっちかっていうことはね、どっちでも構わないんですけど。で、3番です。そう。この流れで3番。まあね、挟み撃ちダブルで使ってますからね。よし、挟み撃ちかって思うんですけど、3番違うんですよ。そう。似てますけどね、形はすごく。似てるんですけど、あれ、挟み撃ち使えません。で、どうやるかっていうと、置き換え使います。これね、x 分の1、この部分を、まあ、t とかってなんか好きな文字で置いてみてください。で、そうすると、x が今無限大方向に行っているので、t は0に収束します。なぜなら、t イコール x 分の1、x を無限大、分母がでかくなれば当然 t は0に近づいてしまうと。で、その状況で、この与えられた様式を書き換えると、まず t が0に近づくと。で、これ、両方ね、変えれば、x イコール t 分の1なんで、t 分の1、sin x 分の1が t だから、こうなります。これ今、これはこう変わった感じ。で、まあこれちょっとね、書き換えると、t イコール0の、まあ t 分の sin t だと。おっと、待てと。これどっかで見ましたよね、この形。これ2個前の動画で紹介しましたけど、まあ三角関数でめっちゃ使うやつ。与えられた文字が、まあそれが0に近づくときの t 分の sin t。まあタンジェントでもいいですけど。もしくは sin t 分の t ですね。これは、確率で1になると。そう。だからそのね、一番有名な公式のとこに持っていくので、これで終了となります。まあ3番に関してはね、もう暗記しちゃってもいいかなと思います。途中式書かされないんだったら、あ、これか、1でしょみたいな感じでもいいと思うんですけど、まあ、ひとまず、挟み撃ちの原理を使う解き方とか、まあ、この問題を置き換えで解いていきますので、ぜひね、この辺押さえてもらえたらと思います。では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。